シュポルトホールム・ライプツヒは、ライプツヒ北西部にある運動公園である。本公園は、ヤンオー通り、フリードリヒエーベルト通りとエルスターチョスイチに囲まれた形である。場合によっては、公園内にある中央競技場を指すこともある。施設は、ライプツヒ市が所有し運営管理を行っている。水泳場シュポルトホールムには、以下の施設がある。 1952年に建設された観客9000人収容の水泳場は2004年に取り壊されたが、北側のグランドスタンドの保存がなされ、スポーツ博物館として利用されることとなった。また水泳場の南側にあったホッケー場も2000年に取り壊されている。このほか、様々な研修機関、その他のスポーツ組織が本部を置いており、 オリンピア・シュトッツプンクとライプツヒ等のいくつかの組織が北側の陸上競技施設を使用し、ライプツヒ陸上競技センター本部もある。シュポルトフォールムのすぐ南には東西ドイツ統一により解散した旧ドイツ新体文化大学が使用していた現ライプツヒ大学スポーツ学部の大規模な校舎と競技場の複合施設がある。西側にあたるエルスター貯水池の対岸には ライプツィヒ小メッセと RB ライプツィヒのトレーニングセンターの敷地やその他のスポーツ施設がある。エルスター貯水池に面した競技場は1954年から1956年にかけてカールソ・ラドニー支持の下で建設された。競技場の高さ23メートルの壁にはた量の繊細瓦礫を使って作られた。東ドイツ時代には体操とスポーツの祭典や 国内外の陸上競技大会が開催された。1997年には、ライプツヒで開催されたドイツ福音主義、教会神道大会における最後の礼拝会場としても使用されている。2006年ワールドカップにおいて5試合が中央競技場で開催された。ありがとうございます。